小柄に見えないイケメン俳優アイドル20人。皆さんこんにちは。今回は以前リクエストをいただきました169センチ以下の小柄だけどイケメン俳優アイドル20人をご紹介します。身長は公式プロフィールがある場合はそれを、ない場合はウィキペディアを参照にしています。同じ身長の場合では年齢の大きい順にしています。では早速見ていきましょう。プリンのお部屋へようこそ。20位、岡田准一さん、43歳、身長169センチ。 V6 のメンバーとして活躍しましたが、 NHK 大河ドラマ軍師官兵衛で主演を務めるなど、とにかく演技派イケメン。岡田さん主演のネットフリックスシリーズ戦神の制作も決定しました。配信が楽しみですね。19位、山田孝之さん、40歳、身長169センチ。山田さんは演技力だけでなくて、独特なキャラクターやファッションセンスでも注目を集めていますね。個人的には6番目の左翼に出演していた頃の山田さん、可愛かったですね。18位、水谷豊さん、72歳、身長168センチ。水谷さんというと相棒のイメージが強いですが、俳優だけでなくカリフォルニアコネクションなどのヒット曲も出し、歌手としても素晴らしい実力をお持ちですよね。堂本光一さん、45歳、身長168センチ。歌手そして舞台と大活躍の光一さん、王子という呼び名がいつまでも似合ってしまうという、現在エンドレスショックが公演中です。16位、二宮和也さん、41歳、身長168センチ。アイドルでありながら演技力は超一流、何でも器用にこなしてしまう国民的スターですね。二宮さん主演のブラックペアン2が現在放送中です。15位、佐久間大介さん、32歳、身長168センチ。スノーマンのメンバーでムードメーカー、2020年にテレビアニメブラッククローバーで声優デビューし、2021年7月には映画白蛇演技で声優として初主演も果たします。小柄でも大きなダンスができて存在感が光っているとの声が多いです。14位、神木隆之介さん、31歳、身長168センチ。神木さんは子役から国民的俳優に成長されましたが、とにかく演技は監督も太鼓判を押し、コミュニケーション力にも長け、映画ドラマ界から引っ張りだこですよね。そして現在も山田涼介さん主演のフジテレビ系ドラマミリオンスクールに出演中です。小池徹平さん、38歳、身長167センチ。音楽デュオワットではウエンツ瑛士さんとともに人気が出ましたよね。またドラマではウォーターボーイズや極戦、そしてシバトラでは主演を果たします。その後も数々の映画ドラマに主演出演し、2018年には女優の春夏子さんと結婚されました。2児のパパですが、とても見えない若々しさですよね。12位、武田真治さん、51歳、身長165センチ。第2回ジュノンスーパーボーイコンテストでグランプリを受賞している武田さんは、俳優としての顔だけでなくサックス奏者としても活躍し、そして現在は筋肉もすごいですよね。才能と努力を重ねたイケメンです。11位、堂本剛さん、45歳、身長165センチ。1987年に子役としてデビューします。1997年に KinKiKids としてデビューします。また俳優としても演技力が素晴らしく、主演をたくさんされました。そして初代の金田一少年の事件簿を務めました。今年の1月にはももクロの桃田かな子さんとご結婚されましたね。10位、藤井フミヤさん、62歳、身長164センチ。チェッカーズのボーカルとしてデビューし、解散後もソロで大活躍。
とても還暦すぎとは思えない若々しさがありますよね。それこそオーラの強さで小柄に見えない存在感があります。三宅健さん45歳、身長164センチです。1995年に V6 としてデビュー、そして俳優としてドラマ、映画、舞台と活躍します。現在 YouTube も投稿されていますね。年齢も驚異的な若さで、とても40代には見えないですよね。8位、大野さとしさん43歳、身長164センチ。歌のうまさはメンバー1と言われ、安定感があり綺麗で伸びのある歌声が魅力です。また絵の才能も豊かで、個展なども開催しており、さらには演技力もあります。柔らかく大間な雰囲気の大野さんですが、何でもできてしまうという、とにかく才能があります。7位、風間俊介さん41歳、身長164センチ。風間さんというとジャニーズだと知らなかったという声をよく聞きますが、タッキー&翼を中心にバックダンサーを務めていたこともあります。2012年に NHK 連続テレビ小説純と愛でヒロインの夫役を務め、ブレイクしましたね。6位、山田涼介さん31歳、身長164センチです。とにかく美形でお芝居もでき、歌もうまいが圧倒的に多く、男女問わず誰が見てもイケメンで完璧という声が多かったです。フジテレビ系ドラマビリオンスクールに主演中です。古谷健二さん45歳、身長162センチ。ドラゴンアッシュのボーカル、ギター、そしてリーダーでもあります。故俳優古谷一行さんを知事に持ちます。カリスマ性あふれる古谷さんですが、バンドだけでなく俳優業もしています。2013年の大河ドラマ八重の桜では斎藤はじめ役として出演されています。また2017年映画アリーキャットでは初主演を果たします。身長を知らなければ大きく見える、そんなオーラの強い方ですよね。4位、千葉良平さん39歳、身長 161.5センチ。2001年3月に16歳でウィンズとしてメジャーデビューします。またブレイクダンスで鍛え上げられた体は小柄には全く見えません。エグザイルのメンバーが千葉さんの筋肉を絶賛していたこともあります。3位、西川貴教さん53歳、身長161センチ。1989年よりバンド結成し活動していた西川さん、1996年に TM レボリューションとして活動を開始します。ヒット曲は多数出し、またとてつもない歌唱力とパワーで聴く人を圧倒させてしまいますよね。そして千葉良平さん同様、体をとても鍛えられていて筋肉ムキムキです。第一線でずっと活躍されていて本当にすごいですよね。ユーモアたっぷりのお人柄も素敵です。2位、ハイドさん55歳、身長161センチ。1991年にラルク・アンシエルとしてバンド活動を開始します。数々のヒット曲、そしてカリスマ性に慕っている芸能人も多数います。身長に関してはご本人が自叙伝で、俺の身長ってインターネット上では156センチって言われてるけど161センチなんだよと公言されています。ネットの一人歩き怖いですよね。そして1位は知念優里さん30歳、身長159センチ。2007年に平成ジャンプとしてデビューします。可愛らしい笑顔とハイトーンボイスで長年人気を博してきました。ここぞという時に必ず決めてくれる引きの強さはメンバーのお墨付きです。持ち前の責任感の強さで常にグループを引っ張ってきた存在です。またドラマなどでも主演多数で大活躍、ジャンルを問わず多くの作品で重宝されていることがわかりますね。さて、いかがでしたでしょうか。リクエストいただきましてありがとうございます。皆さん本当に存在感が大きくて輝いていますよね。自信を持つということが人は大切なのだなと感じました。ご視聴いただきましてありがとうございます。ぜひ高評価、チャンネル登録をお願いします。